藤川橋梁は、静岡県富士市松岡と岩淵の間で藤川に、かかり、東海旅客鉄道東海道本線藤駅、藤川駅間に位置する、下り線全長571.2メートル、上り線全長574.9メートルの二組の鉄道橋である。明治初期に、日本政府は初期の鉄道として、東京と京都を結ぶ路線を敷設することを考え、 その経路を検討した。その際に、東海道は、回路の便があって、すでに利便性が高いのに対して、内陸の中線道沿いは、交通が不便であり、その内陸を開くことが大きな利益であるとして、一旦は中線道に沿って、東京と京都を結ぶ鉄道を付設すると決定した。しかし実際に着工すると、中線道沿いは、瞬間な山岳地帯で工事が困難であり、 開通後の輸送力も低いことが明らかになり、1886年になり、東海道沿いに建設する方針へと変更になった。東海道における鉄道敷設にあたっては、急勾配と急曲線を避けてできるだけ直線的な経路を選ぶようにした。鉄橋を仮設するに際しては、長くなると、高飛行機が大きくなるものの、長さを最短とできる地点に仮設すると、 洪水の際に破壊の危険があるとして、あえて他の場所を選んだ例もあった。藤川橋梁に関しては、当初は田子の浦方面から由井方面へ、藤川の川口付近を渡って最短となる経路が想定されていた。川幅の広い川口部に建設することから、かなり長大な橋梁が想定されており、実際に東海道の脇道である、かんば道の上流、 後の東海道新幹線藤川橋梁よりやや南側で仮設するものとして、1886年には実際に基礎工事に着手していた。しかし基盤となる岩盤層に達することができず、1887年5月に工事を放棄して、より上流の岩盤が露出するあたりに架橋するように計画を変更することになった。藤川は、 東海道随一の急流であるとして警戒され、岩盤層に基礎が到達することにこだわったとされる。当初の建設予定地点での工事を放棄するより、前の1886年11月に河川管理者である内務省に対して鉄道局が藤川河橋の位置について問い合わせを行っており、川幅が最も狭い地点で仮設すると、橋台の設置でさらに川幅が境外となって、 危険な状態になるとして、鉄道局検討の地点より、川幅の広い下流側に仮設することを推奨された。このやりとりがあるため、実際に工事を放棄して、橋の位置の変更を決定する前の時点で、鉄道局はすでに位置変更の検討を始めていたものとみられる。この勧告に従い、位置変更を検討していた地点よりも、左岸側で約100メートル、右岸側で、 約200メートル下流に場所を移して、藤川橋梁に再着工することになった。単線開通時のダブルワーレントラスケタ最終的に、藤川橋梁が建設されることになった地点には、幕末期に建設された気境堤という堤防が存在していた。急流の藤川は台風の時期によく氾濫を起こし、その被害により土地を離れざるを得なかった農民たちが、 この堤防の完成により帰郷できたというところから帰郷堤の名がある。藤川橋梁建設に伴い、この帰郷堤の大部分を取り壊すことになったことから、藤川砂岩の松岡村の住民たちは、県知事に帰郷堤取り除き停止を嘆願して、反対運動に乗り出し、大きな社会問題に発展した。鉄道局による藤川橋梁を建設工事と連帯して、 1887年6月9日から内務省による河川改修工事が開始され、これにより企協定は改築され、新たな堤防が建設されることになった。その利点を説明することにより、住民の不安解消に努めた。藤川橋梁の建設を担当したのは小川勝五郎であった。小川は、飛び職人の親方をしていた人物で、多くの妊婦たちからも、 兄として慕われていた。新橋横浜間の鉄道建設にあたって、六号川橋梁の建設を任され、親とい外国人の指導のもとに見事に完成させた。さらに関西において十三川橋梁や神崎川、橋梁などの仮設を実施して、鉄橋大川、鉄橋の勝五郎などと称されるようになった。こうした功績により、小川は、飛び職人出身ながら正式に、 鉄道局雇いとして役人の地位につけられた。小川は東海道本線においては藤川橋梁と大井川橋梁を同時に受け負って監督を行っていたが大井川橋梁には代理を送り本人はほぼ藤川橋梁に付きっきりで工事に当たったという。藤川は流量の多い河川であるとして橋脚には特別な設計が行われ、 長径35フィート6インチ、短径18フィートの楕円形断面を有する、同時期の東海道本線の他の橋梁に比べて1.2倍から1.5倍に、達する規模の巨大な橋脚が建設された。井筒工法により、レンガを主要な部材とする橋脚が建設され、この時に建設された橋脚は、後に水害を受けて撤去された第4橋脚と、第8橋脚を除く6機がそのまま使用され、 続けている。上部構造には、当時標準設計とされていた士官208フィートの、イギリス製単線下地ダブルワーレントラス桁給連が用いられた。中線道幹線建設にあたって、イビ川橋梁、長良川橋梁、木曽川橋梁に当時最大となる200フィートクラスの桁を仮設することになり、親とい外国人のチャールズ・ポーナルがこの標準桁を設計して、 イギリスのメーカーに製作させた。この時点ではすべて連鉄製の設計であったが、1886年の東海道への経路変更に際しては、基本的な構造をそのままにしながらも、上下現在や橋柱に鋼鉄を採用して、軽量化した連鉄、鋼鉄混合下駄が採用され、トラス1レミあたりの重量が約200トンから約157トンとなった。 富士川橋梁では、こちらの新しい連鉄、鋼鉄混合桁が採用された。この200フィート標準桁は、連鉄製のものが22連、連鉄、鋼鉄混合桁のものが90連の合計112連が、製作、仮設され、19世紀中の日本の各地の鉄道橋梁で用いられた。富士川橋梁は1888年1月に着工し、 9月に完成したとされるが、当時の記録からこの工期は上部構造に限られたものであり、これより前に下部構造の工事が行われていた可能性が指摘されている。完成した藤川橋梁は全長1874フィートとなった。藤川橋梁が存在する区間を含む構図、静岡間は1889年2月1日に開通した。 同年7月1日に東海道本線が全線開通した。1889年開通時の協力構成伏線化後の藤川橋梁、シューエドラートラスが当初のダブルワーレントラスに並ぶ日本の間接鉄道では創業以来イギリスの技術的影響下に建設が進められており、橋梁もイギリス流のものであった。しかし1882年に日本に赴任した。 アメリカの橋梁技術者、ジョン・ワデルは、日本における、イギリス流の鉄道橋設計を批判し、さらに機関車の大型化が進んで、従来のイギリス流のトラスゲタでは、強度も建築限界も不足することが明らかとなってきて、全面的な設計変更が必要とされるようになってきた。1896年に、それまで建築市長を務めてきたチャールズ・ポーナルが帰国すると、 早速アメリカのセオドア・クーパーとチャールズ・シュナイダーに移植してアメリカ流の標準トラス桁タの設計が行われた。東海道本線の複線化にあたってはこのアメリカ流の新しいトラス桁タが採用され、イギリス型のトラス桁タと並んで仮設されていくことになった。藤川橋梁においても、地下二百四フィート九インチのアメリカンブリッジ製の完成したロプラットトラスゲタ例を用いて、 複線加工事が行われた。線路中心線間隔にして、従来の橋より11.34メートル下流側に仮設されることになり、景観構成は従来の橋と一致させて建設された。1910年3月6日に藤川信号所岩渕間が複線で開通し、当初建設された橋は上り線として、新たに建設した橋は下り線として共用開始された。 新しいトラス桁は上限材の中央部のみ平行源とし、両端部は極限となっており、発案したドイツ人技術者にちなんでシューエドラートラスと呼ばれるものである。新設橋梁の設計かつ荷重は重量20万6千ポンドの車軸配置 1D 型転ダ機関車重連に列車荷重が1フィートあたり3000ポンドで続くものとした。 クーパー E29 に相当するものである。1910年の伏線火事の橋梁構成1914年の洪水で被害を受けた藤川橋梁、上り線の第8橋脚が傾斜している1914年8月29日の朝方から始まった豪雨により、藤川は増水し、上り線の第8橋脚が潜屈されて上流側に傾いたが、トラソゲタの落橋は免れた。 下り線の第8橋脚もわずかに移動するといった被害を受けた。下り線はこの日の11時30分頃に通過した第17列車、上り線は12時頃通過の第24列車を最後に運転を打ち切り、減水後に復旧工事を行って、9月1日14時頃から下り線を利用した単線運転を行って、応急復旧した。本格的に復旧するにあたり、 傾斜した、上り線第8橋脚は撤去し、別の位置に、新たな第8橋脚を建設して、第8軽管には鹿1 5 4フィート6インチ、第9軽管には鹿255フィート7.5インチの、いずれも、単線下地極限イプラットトラス桁が仮設されることになった。また合わせて、他の7連の桁も新しく製作したものに交換した。 新たに仮設された桁はいずれも設計かつ荷重がクーパー E45 で将来的な改め機を念頭に置いたものであった。この際に下り線のみでの単線運転を続けながら一度に第8橋脚の新設とトラス桁の仮設をしたのか一時的に仮桁を利用して複線運転をしながら桁の交換作業を徐々に進めたのかはよくわかっていない。第8 第9警官以外の7連の桁について、1915年使用開始、第8、第9警官の2連については1917年使用開始と記録されている。1914年の洪水被害を復旧した時点の、橋梁構成1910年の伏線化の際に、完成した下り線のトラス桁は、アメリカ製のピントラスであり、このタイプのトラス桁に用いられているアイバーは、 老朽化の進展で各地の橋で、節損事故が相次いでおり、藤川橋梁でも1953年6月に、下り線第2軽間の謝罪のアイバー節損が発生したが、早期に発見できたため大事には至らなかった。こうした、老朽化していた、トラス下駄が、東海道本線の主要中線に残存していたことは、輸送力増強の大きなネックとなっていたが、 戦争の影響で保守が行き届かなかった施設をまだ数多く抱えていた国鉄では大規模な更新を先送りしていた。実際に藤川橋梁の取り替えに着手するにあたっては政府機関から不要ではないかとの指摘があったため新聞記者を招いて古い虎すげたを列車が通過する時の異常音を聞かせて新聞報道につなげこれを後押しに 富士川橋梁以外のトラス桁も更新にこぎつけたという。下り線のトラス桁を更新するにあたり、橋台や橋脚を流用して、上部構造のみを交換する案もあったが、比較検討の上、別に、下部構造と上部構造を新たに建設する方法が採用されることになった。流用するためには、 上下線の中心間隔が狭くて上下線の間で新桁を組み立てる余裕がほとんどなかったこと、列車本数の多い区間であり、列車の間合いの作業が困難であったこと、元の下り線の橋脚は明治末期のもので、当面の使用の問題はなかったものの長期の使用には不適切であるとともに、第8橋脚が旋屈により上流側に傾斜していたこと、新桁を据える前に、 相当の橋脚補修工事が必要であったことといった問題があったためである。工事費の比較の上ではそれでも再利用する方が安いとされたものの、作業の安全性や将来の保守作業の軽減を考慮して、新請案が採用されることになった。新しい橋を建設するにあたり、トラス橋の車材や垂直材で視界を遮られずに、富士山の眺望を確保することが、 大きな目標とされた。新しい橋梁は、従来の上り線の約13メートル上流側に並行して仮設されることになり、また景観構成も揃えられることになった。この結果橋梁形式の検討案として、士官62.4メートルの極限単純下地、トラス案、士官62.4メートルの平行限単純下地トラス案、 四間六十二点四メートルの下地ランガー案、四間六十三点五メートルの三景間連続、中地プレートガーダー案の四案が比較された。単純トラスを使う二案は高重量も軽く、設計でき、こうした条件においては最も一般的な形式であり、隣接する従来の上り線が極限トラスであったので、極限トラス案はそれに揃えて調和を保つことができるとされたが、 一方政策や仮説の容易さという点では平行源トラス案の方が有利であった。ランガー案は高重量がトラス案より大きくなるがより優美な形態であるとされた。プレートガーダーは単純下駄では高重量が大きくなって不利であったことから三景間連続下駄を検討した。 平行源トラスンと 3K 間連続、プレートガーダーを比較したところ、平行源トラス 3K 間分で、重量531トンが、プレートガーダーは、重量657トンとなった。この結果、製作費は、トラスの方が安いと見積もられたが、プレートガーダーの方が仮説が良いで、塗装面積も少なくて済み、相対としてはあまり費用が変わらず、また開通後の保守作業は、 プレートガーダーの方が有利でしかも眺望に優れるとされたことからプレートガーダー案が採用されることになった。藤川橋梁ではレール面高さが高くなると前後のアプローチの問題が出るためレール面高さが高くなる上地プレートガーダーには難点があった。一方で車窓からの眺望を確保するためには桁の上フランジを車窓より低い位置とすることが望ましく。 結果的に中地プレートガーダーが採用されることになった。中地プレートガーダーはゲージプレートガーダーとほぼ同じ構造で北出しを支える横桁を主桁のほぼ中央の高さに設けたものである。一般的にはゲージプレートガーダーとして設計すれば十分機能を果たすため、わざわざ中地プレートガーダーを採用しなければならない条件はあまりなかった。 設計された三景間連続下駄の所言は、全長191.40メートル、四間は63.50メートル3、主桁中心間隔4.80メートル、桁高3、90メートルで、これを三連かけて全長は574.90メートルとした。藤川橋梁以前のプレートガーダーの最大島町は、総武本線、秋葉原浅草橋間2932年に、 仮設された昭和強化道橋の45.3メートルで、藤川橋梁はこれを大きく上回ることになった。設計かつ荷重は、KS-18 である。ウェブの座屈防止のための水平保護材を追加したことにより、最終的に重量は、第1連が701.953トン、第2連が702.028トン、第3連が701.864トンとなった。 下流側の上フランジの外側に幅0.4メートルの端側歩道を設置して列車見張り員の見通し確保と作業員の列車対比に役立てる構造とした。また作業員が列車接近を容易に視認できるように橋梁中央部を最高点として東京側に6パーミル、神戸側に10パーミルの勾配を設けた。 新しい橋梁の基礎工事は、ニューマチック計算工法により井筒を沈める工事で、実施された。日本国有鉄道新橋工事事務所管理、白石基礎工事施行により、1954年11月1日、着工、1955年6月末竣工となった。桁の製作は、第1連を、大阪味川口の汽車製造が、第2連と第3連を、 東京芝浦の横川橋梁製作所が担当した。汽車製造の製作した桁は大阪港から清水港まで船舶輸送され、そこから 26km の距離を陸送して現地に到着したが、横川橋梁製作所の製作した2連の桁は、鉄道の貨車での輸送が行われた。もともと鉄道輸送が考慮されて設計されたものではなく、船舶輸送を考慮していたが、 主ュの高さが車両限界に収まることから費用と時間の削減を図るために貨車で運ぶことになった。国鉄式60系貨車の針を取り外し廃墟量の桁を荷受け量として設置して主ュの部材2個を挟み込むように搭載した。一連分の主ュゲは34分割され1個の部材は 長さ13.15メートル、幅0.55メートル、高さ4.08メートル、重量17トン弱で、1回に2両編成で計4個ずつ9回の臨時列車で、品川駅、岩渕駅の間の143キロメートルを約9時間かけて輸送し、成功した。下駄の仮説は、日本国有鉄道新橋工事事務所管理、横川橋梁製作所施向により実施された。 岩淵川の陸上部に置いて桁を組み立て、橋脚中間に仮設用のベントを設置して、橋脚とベントの上に移動用ローラーを設置し、全長191.4メートルの桁を1回に、約32メートルずつ川の方向へ引き出して仮設が行われた。藤川橋梁新登り線では、従来の単純トラス桁と異なり、長い連続桁を採用して夏と冬の温度差は、 最大で摂取60度に達するとされ、計算上の伸縮量は桁一連あたり約 140mm に達することになる。そこで、レール同士の間に伸縮可能な継ぎ目を入れて、影響を緩和することにした。伸縮継ぎ目を使用すると、使用しない場合に比べて価格は高価であり、レールの交換も困難となるが、ロングレールを採用することができるようになり、 保守労力が少なく、乗り心地が良く、桁に対する衝撃が少なく、騒音も減るなどのメリットがあり、藤川橋梁においては、伸縮継ぎ目を用いて、ロングレール化することが有利であると判断された。伸縮の影響が出るのは、連続桁同士の間の2箇所と、連続桁と兄弟の間の2箇所であるが、兄弟との間は、影響が、比較的、少ないため、 連続桁同士の間に箇所に伸縮継ぎ目を設置した。伸縮継ぎ目の設置は、藤川橋梁が日本初であり、以降ロングレールの四重橋に用いられるようになって、やがて東海道新幹線においても採用されることになった。また、河川を支える河川柱は一般に橋脚に設置されるが、藤川橋梁新登り線は士官63.5メートルであり、 一般的に最大の河川柱間隔とされる50メートルを超過する。この条件下で、強風にさらされる橋の上で河川が横に変異する、量を抑えるために、台風河川としてダブルメッセンジャーコンパウンドカテなり、河川が開発されて適用された。1956年3月5日に切り替えられて、急行、霧島の通過から新登り線の使用が開始された。 続いて3月25日に、旧上り線を新下り線に切り替えて、旧下り線の橋梁が廃止となった。完成を記念して、上り線橋梁東京方には、当時の国鉄総裁、東郷新次記号による名板が取り付けられた。掛け替え工事の総予算は3億2000万円であったが、実績額は不明である。1956年に新上り線を建設した。 自転の高精図富士川は急流であり、大量の土砂を流して下流部に堆積させていたが、大正時代頃から河川改修が進んだことと、第二次世界大戦後に砂利採集が無制限に行われたことの影響で川床の低下が進んだ。1979年時点では、1889年、当初の下境時に比べて、橋梁地点で5メートル程度川床が低下しており、 極部的な旋屈に至っては12メートルにも達している状況であった。こうした川底低下と旋屈への対策として、1935年には木工鎮章が第一橋脚と第二橋脚付近に施行され、さらに第二次世界大戦後も引き続き木工鎮章が施行された。1967年頃からはさらに本格的に根固めの対策が開始され、 コロスケアーや貢献ブロックと呼ばれるコンクリートブロックを投入した川床保護対策が実施されていた。さらに1982年時点で下り線橋梁は老朽取り替えの計画を開始している段階であった。1982年8月2日未明に昭和57年台風第10号が厚見半島に上陸し中部地方を縦断した。東海道本線では 8月1日16時頃から、風雨が強くなり、風速と雨量に伴う運転規制が順次強化され、列車の助行や運転停止が相次いだ。富士川においても、支流の早川において雨量が570ミ、mm、リメートルと、観測史上最高となり、静岡県内の北松野観測点では、観測史上最大の毎秒14,400立方メートルの水量となった。 こうした状況で、8月2日5時10分ごろ、下り線として強用されていた橋の、1889年に、建設された第四橋脚が点灯して、虎すげた二連が流出し、続いてその下流側に位置していた。当時は、廃線となったまま損地されていた橋の1910年建設の、第四橋脚が倒壊して、やはり虎すげた二連が流出した。事故の調査では、 下り線第四橋脚は元の姿のまま神戸方へ真横に転倒し、桁は下流側にやや離れて2連が分かれた形で横転していた。廃線第四橋脚は下流に約50メートル押し流され、桁は4連目が下り線の4連目の下に重なった状態となり、5連目は行方不明となったが川床に埋没したものと推定された。推定された。 東海状況としては、上流にあった円堤が決壊して、右岸側に傾いた水流が、清水港にぶつかって反転して、第3橋脚から第5橋脚の付近に集中し、特に洪水のピークでは、第4橋脚付近の平均流速は、毎秒8メートルにも達していた。このため、基礎移筒が激しい旋屈を受けて、支持地盤が削り取られ、まず下り線の型から東海に至ったものとされる。 これにより生じた旋屈などのために、廃線の第4橋脚も倒壊した。1982年の洪水被害の概要図。この流出事故を受けて、東海道本線は上下列車とも運転を中止し、富士駅と富士川駅で折り返し運転となった。流出の1時間ほど前に通過した列車もあったほどで、遅れていた大垣行き下り普通電車は当時富士駅に、 停車していたが、信号に異常があるとして、発車を抑止されているところであった。川の増水がなお続いていたため、残存した、上り線橋梁の運転可否の判断に時間を要し、8月4日の午前中に、上り線橋梁に試運転電車を走らせた上で、富士富士川間を通標閉塞式に取り扱い変更して、8月4日13時から、 上り線橋梁のみを使用した単線運転として運転を再開した。藤川橋梁を通る列車の運転士に通票閉塞の取扱い経験者はほとんどおらず、急遽取扱い教育が行われた。通票は第三種三角で富士駅、藤川駅に全列車が停車して通票の受受を行った。これにより、4日は普通列車8往復、貨物列車3本。 特急列車の回送1本の運転を行い、翌日からは運転計画を定めて、特急や急行のほぼ全列車と普通列車を、ラッシュ時1時間に2往復程度、終日では1時間に一往復程度、貨物列車を28本程度の運転となったが、通標閉塞の取り扱いや、橋梁上の時速 50km 徐行制限もあり、列車の遅れが終日周辺地域に波及した。 6日以降の運転率は、平時の50%程度の、約120本となった。しかしこの程度の運転率では、東海道本線の需要を到底裁くことは、できなかった。5日から各方面の工事を全力で進め、11日に、藤川橋梁の藤駅側に、下り線から上り線への渡り線を挿入して、自動閉塞信号化を完成させ、12日からは、士駅から、 藤川左岸付近まで複線で運転し、そこから橋を渡って、藤川駅までのみを単線として、自動閉塞式を施行して、おおむね80%程度の運転率を実施し、遅延も大きく縮小することができた。このような対策を行っていたものの、なお本来の輸送を確保できておらず、複線での早急な運転再開が望まれた。流出が起きた8月2日当日の午後には、 静岡鉄道管理局、岐阜工事局、国鉄本社土木課、鉄道技術研究所、構造物設計事務所などの要員が現場に到着して本格的復旧対策の検討が始まった。復旧方法としては、1、列車の早期運転再開のために、川の中に仮橋脚を設置し、保有している桁を転用して3景館、または4景館で仮復旧して、 その後本復旧する。2、弦の橋脚の構造が支障する。可能性のある元の位置での橋脚再建を回避して、第3、第5橋脚を補強した上で、景観126メートルのトラス桁を仮設する。3、新桁の製作に時間を要するので、配線に残されているピントラスを補修して転用し、その後本復旧する。4、弦通りの位置に橋脚を再建して、 トラス2連を仮設するの4案が考えられた。比較検討の結果、1案は、藤川のような荒れ川に仮橋脚を設置するのは、再度の被災の恐れがあり、また仮桁の補修も必要であり、後期がそれほど短縮できない上に、トータルでは後費が高い。2案は、桁が特殊な設計となり標準設計にはないため、設計自体に相当の時間を要し、 補強を要する橋脚の工事にも手間がかかって工費が高い3案は転用が可能であれば安く工期も短いが配線の桁を点検した結果腐食が激しくて到底転用に耐えないと判断されたこの結果復旧までの工期が長いと見込まれたものの本部区級が必要ないためトータルでは安いと判断されたオーソドックスな4案が採用されることになった 橋脚が一気と決まり、その基礎としてベノトクイ三本、ベノトクイ五本、ケソン、交換ウェルの比較検討を行った。後期が短く、大口径の転石があっても、試行可能で、流水素害が小さくて、出水に対して、より安全度が高いとして、ベノトクイ三本案が採用された。ベノト得イの直径は2メートルとすることで、いざという時に中に人が入って屈作もできるように、 した。ベノトグイの深さは20メートルとされた。こうした事故はまだ増水が収まらず川床の状況が分からず地質調査もできない時点で決定されたが、結果的には現地の状況にうまくマッチしていた。さらに隣接する第3橋脚と第5橋脚も倒壊を免れたが危険な状態にあると判断され、が固めの補強工事が行われた。上部校については、 直ちに工場政策に入れるように設計、かつ化重 KS-16 の標準下駄の設計を利用することになった。ただし仮設クレーンを台風のたびに撤去していては日数を要するため、クレーンを再化したまま台風をやり過ごす場合を考えて、加減材断面を大きくして強化し、新しい第4橋脚が細いことから、 地震時のトラスオートを加味して仮設用の連結構えをそのまま耐震用連結構となるようにするなどの改造を行った。その仮設については、トラベラクレーンを利用した跳ね出し仮設、地上クレーン仮設、弁当を利用した工法の3種類が比較検討され、橋脚の工事と競合せず、出水時にも対応できる工法として、トラベラクレーンによる跳ね出し仮設が採用された。 工事を行うための仮設工も大きな課題であり、流れている川の水を一時的に他の部分に迂回させることで第四橋脚の構築、桁の仮設、根固め工を行うとともに、工事用の通路にするための三橋を仮設することにした。河川管理者に対する手続きは、書類作成期間を短縮するために、簡略化した図面を口頭で説明して、了解を得ることになった。流水迂回工は、 右岸寄りに迂回させる案、左上寄りに迂回させる案、わずかに右岸寄りに迂回させる案の3案から検討し、思行性、後期、後期の観点から、最後のわずかに右岸寄りに迂回させる案が採用された。三橋は、HK 港を打ち込み通路面に、復興板を敷いて形成した。さらに出水に備えて、上流で流水量を測定している、観測所から通報を受ける体制を整備した。 被災からしばらくして8月6日に流量が減少したため流水迂回港に着手した。約50台の重機を投入し、17万立方メートルの土砂を移動させて高さ5メートルの築底を形成し、8月18日に流れが変更された。その後橋脚の根固め工事を行った。桟橋のための支柱の打ち込みは転石に悩まされ、振動を加えながら打ち込むだけではなく、 ウォータージェットを併用して進め、南港の末に8月17日に、橋脚建設現場にたどり着いた。3本のベノトグリを建設する準備をしていたところ、8月27日に昭和57年台風第13号が襲来し、流水海溝の頂点から1メートル下まで水位が上がって崩壊し始めるところであったが、かろうじて決壊を免れた。 8月29日にベノトグイの掘削を開始し、やはり転石に苦しめられた。一番目のクイは予想外に深さ12メートルの地点で岩盤に遭遇し、岩盤を掘り進むのに苦労することになった。9月11日になり、昭和57年台風第18号が襲来し、増水の寸前まで作業を続行し、完了したクイには蓋をして退避した。9月12日に、 流水海溝の築堤は流され、桟橋も流出した。増水にもかかわらず工事を済ませた部分のベノトは無事で、工事のやり直しという最悪の事態は避けられた。9月15日になり再度締め切り工事と桟橋の補修を行い、9月17日にベノト工事を再開して完成させた。その後橋脚のコンクリート打設工事を行い、9月25日に完成させた。 トラス下駄の製作は横川橋梁製作所と川崎重工業が担当した。8月9日に発注され、1ヶ月半の短い工程で製作されて、9月12日から現場に新桁部品が搬入され始めた。架橋クレーンを組み立て、9月半ばに仮設工事が開始され、9月30日に両側からの桁が閉鎖した。 仕上げ作業を行い10月7日に完了した。塗装、起動、電気工事を行い10月12日に完了し、10月15日に単線運転用に設置した分岐器の撤去と電力や信号の施行を行い、完成させた。10月15日16時15分富士駅発の貨物列車から下り橋梁の使用が再開され、複線運転に復帰した。 75日間という短期間で再開させたことが評価され、1982年度土木学会、田中賞を受賞した。復旧総工費は5億6900万円であった。この復旧工事の結果、藤川橋梁下り線は9連のトラス下タに4種類の異なる形状のものが並ぶ一見不思議な形態の橋梁となった。また存知されていた藤川橋梁の廃橋梁は、 1988年頃に全て撤去された。1982年の洪水被害からの復旧後の高精図藤川橋梁の東海流出事故は主要幹線の主要橋梁であったことから甚大な輸送障害となり、それまで橋梁の安全管理、保守管理にそれなりの技術基準を整え投資を行って自信を抱いていた国鉄技術陣に 大きな衝撃を与えることになった。実際のところは、トラスゲタの老朽化及び、橋脚の値入れ不足などの理由で、下り線橋梁は別線ルートによる新設計画が検討されている状況で、維持補修に関して最小限の費用に抑制されていたという面もあった。しかしこの災害は、事前の管理や被災状況がよく把握されていたため、 被災メカニズムを詳細に研究することで、今後の洪水地の鉄道橋の安全管理に役立てられるということになり、研究が進められた。研究においては、被災の状況をできるだけ忠実に再現する模型実験が行われた。それにより実際に発生した現象を再現することができた。結論として、橋脚の健全度を正確に判定するためには、 先屈度の正確な推定が必要で、そのための推定式が提案された。また、橋脚に水流が与える効力は、従来用いられていた、推定式に比べて、実際には、約2倍になることが分かった。そして、橋脚付近のネガタメ港は、大きな役割を果たしており、藤川橋梁においても被災前に経験していた、毎秒1万立方メートルの出水でも、ネガタメ港がなければ、 被災の可能性があったことが分かり、適切な値固め工の重要性が明らかとなった。1987年4月に国鉄分割民営化により、藤川橋梁が東海旅客鉄道に承継されると、橋脚の補強とトラス下駄の補修が行われることになった。1991年1月から1992年4月まで、 かけて、第3号橋脚から第5号橋脚にかけて、橋脚周辺に、先屈防止の場所打ち杭を打設するとともに、突き出している杭を外巻きする補強を行った。また、下り線橋梁の縦桁上フランジ部の修繕が1991年1月から7月にかけて実施された。特に腐食の著しい1、3、6号トラス桁が対象で、 二時間の線路閉鎖の前で交換工事を施行した。なお、藤川橋梁付近では、右岸側に明瞭な岩淵安山岩層があるのに対して、左岸側では相当深いボーリングをしても岩盤を発見できず、明らかに断層があるとされていた。しかも、安政地震の記録から活断層であることは確実で、あるとされ、国鉄は東海地震への対策もあって、 活断層の位置を突き止める努力をしていた。今回の復旧工事に際して、ベノトグリの一本を掘削している時に到達した岩盤からまさに活断層の位置が確認され、それまで何本ものボーリングで見つけることができなかった活断層を偶然発見することになった。ありがとうございます。